マドカーキラは中国の禅僧。字はマドカーキラ、方名は広ロシサ東高都イ工藤主人は道郷である。福建省、古田県出身で、属性は五子。両言六府とも称される。1878年、福建省。 古田県仏教の熱心な信者の家庭に生まれる。父は元雲、母は剣士。5、6歳の時に両親が亡くなって、おじから彼の生活を昇王する。10歳の時に出家を志したが、おじは彼の出家に反対する。19歳で復讐鼓山の売法寺の正常寺に入門、受解。 翌年、優先時の妙蓮王将のもとで、愚足会を受ける。あと、大説法寺の多思功王将に指示して、学び。21歳の時、窓川明は、夜海老王将に従って、禅宗を学ぶ。25歳の時、石膏将寧波天道寺橋静田に指示。高所34年、福建省泉州優先時に従した。戦闘元年。 寧派接待自住職に当選。寺には住まなかったが最高に尽力し。1912年、中国仏教総会参役長に就任。民国6年、寧派仏教会会長に当選、僧民学校創設。民国9年、窓川明は北京に仏法を占領する。民国11年、窓川明はシンガポール。 ペナントウ等の寺院で仏教を広めている。民国12年、泉州に帰り、開元寺を修築する。民国18年5月、中国仏教会会長に就任。民国19年、寧波天堂寺住職に当選。民国26年正月、福建省泉州優先寺住職に当選。1937年、窓か明は再び南洋に来た。 シンガポール、クアラルンプール、ペナン島などで冒険。民国28年、マドカ・アキラは、上海に帰ってきた、延命行動に重視した。民国34年、延命両言戦修学院創設。1949年、マドカ・アキラは、上海で仏教を広めている。1951年、北京アスト太平洋区域和平会議にも、出席していた。 1953年、中国仏教協会第一人会長に当選。あと、ネ波天童寺にて自弱。去年76で入滅。放浪57。ありがとうございます。